皆さんこんばんは、 MK です。 MK のマイクラ、今回はベッド爆破を使ったネザーの整地に挑戦したいと思います。ベッドで整地ってどういうことと思っている方いると思うので、簡単に説明しますと、ベッドっていうのはオーバーワールド以外の世界、ネザーやエンドで使うと爆発するという性質を持っているんですよね。で、爆発するときは TNT の時と同じように周りのブロックを一気に消してくれます。ということで今回はその現象を使ってネザーを整地しちゃおうと、そういう回でございます。で、なんでいきなりネザーを整地するのかと言いますと、 MK さん次回こちらのブレイズスポナーを使ってブレイズトラップを作ろうと思ってるんですよね。となるとこの周りのブロック邪魔ですよね。いちいちこうやって壊していくのめんどくさいですよね。となったらもう MK 建設の名にかけて爆破解体作業をやっていきましょう。次回の MK さんのブレイズトラップ楽しみという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。すごくない？アニメーション作ってみたんですけどどうでしょうか？すごいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、やりたいだけですね。よーし、じゃあ早速作業に入っていきましょう。ベッド爆破をする前に一応こちらネザライトの胸当てと耐火のポーションは飲んでおきたいと思います。どれくらいの威力なのか全然わかんないんでね。で、ベッドはね、この分プラス、はい、こちらシュルガーボックスの中、これぐらいは用意してきました。まあこんだけあればさすがに足りるでしょう。よーし、じゃあ一発目いきましょうか。やっぱり一発目といったら白のベッドです。なんか今いたな。ブレイズかブレイズトラップ次回作るって言ったからやめろって言ってるのかもしれませんが、 MK さんはやめませんよ次回はブレイズトラップ作るんだということで、 OK、 ブレイズロット3本ゲットしました。ありがとう。まあ次回トラップ作る、なに、今回そういう回じゃない今回これベッドでやるか待てよ、威力を見ましょう。ほらどうだ、おお、すげえ倒した、1体倒したぞ。そしてもう1体も OK、 あれまだか、おい OK なんとか倒しました。まさかの一発目がウィザースケルトン倒しになってしまいましたが、やばくない？待って、TNT よりも全然爆発範囲が広い気がする。これは結構期待できるんじゃないでしょうか。よーし、じゃあ早速この辺りもやっていきましょう。で、一応ね、体力は満タンの状態でいきたいと思います。もういないな、周り大丈夫だな、湧いてないよな。よし、行きますよ。じゃあここにまたベッドをどんどん置いていきます。これってさ、連鎖するかな。連鎖するんだったらその方が早いんだけど、ちょっと狙ってみようか。はい、じゃあこの辺りにも置いておきましょう。行くよ。おい、どうだ。あー、連鎖しないわ。ほら、ベッドとしてドロップしちゃってるんで、 TNT みたいな感じで連鎖はできないみたいですね。となるとどっちもどっちかななんか、待てよ、大丈夫か。待て、スポナーまで行っちゃった、もしかして。やべ、それ考えてなかった。MK 建設のMK 建設の名にかけてスポナーは壊すわけにいかない。あーぶねー。ちょっとこれさ、周り先にやっとくか。そうしないと怖いよな。よし、じゃあ周りを一気に壊してしまいましょう。で、上の方は正直あんまり削る必要ないと思います。ブレイズトラップはこのスポナーの下に来るような感じで作っていくので、上はまあ逆に天井があるくらいの方が湧き潰しになっていいんじゃないでしょうか。で、 MK さん、これさ、今ツルハシがさ効率5だからさ、あんまりスポナーの近く掘りたくねえな。なんか勢いで行っちゃう気がする。落ち着け。このもう一段ぐらい下まで掘っちゃおう。こう気をつけろ。ちょっと暗いから作業はちゃんとやりましょうね。暗い時の作業は危険ですよ。多分大工さんとかもね、夜間の作業は危険だから、お昼に頑張って暑い中やってるんだと思います。いや、すごいよね、ああいう大工さんとかって。だってさ、家作るんだよ、すごくない家作れる、みんな。 MK さんは作れない家作るんだよ、みんなが何十年って住む。やば。まあまあそれはいいとして、よし行くぞ。このスポナーは壊さないようにしましょうね。先にさ、この橋の方を壊しちゃいたいな。確かこの辺り、あーあるね、このここまで壊しちゃおう。なんか分かりやすくしとこうか。分かりやすくネザーレッグをここに、待て、この辺でいいや。ここに、設置しておきましょう。そうすればあそこまで掘るというのが分かりやすいんじゃないでしょうか。で、今さ、エリトラ来てるからさ、爆発させるときはちゃんと胸当て来ましょうねこの辺のあのやりくりちゃんとやっておかないとマジでやらかすよ。今ここでさ、だって MK さん爆発してさ、やられちゃい、あ
ここかちょうど。待て、あれあれ、もうちょい奥か。さっきのネザーラックどこですか。さっきのネザーラックもうちょい奥だな。この辺、さっきのネザーラックのところまで掘りたい。あー、ここここここ、よし、オッケーオッケーオッケー。そしたらここまでバーッと掘って、もうこの残りもね、ベッドやっちゃおう。行くよ、こう来てこう、よし、オッケー。おー、なんかいた、やべ、待て、今ゾンビピグリン倒しちゃったんだけどさ、大丈夫？ベッド爆破で倒された分は脳幹ってこと？よかった。ゾンビピグリンに襲われちゃうかと思ったんですけど、なんとかなりました。はい、オッケー。じゃあ橋はここぐらいまでにしましょう。だからここもベッドでやっちゃいますよと。はい、オッケー。あーちょっと多めにいったな。っていうか範囲広すぎね。そっちまでやるつもりじゃなかったんだけど、そこ、あらららららら。エリトラと使い分けんのを忘れちゃうな。ちょっとこっち側は綺麗にやっとこうね。はい、ここをちゃんと火を消して、でここまでは壊すよ。じゃあよし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 、であっち側をあとは壊していきましょうと。でスポナーがあるところの近くはできるだけ使いたくないから、ちょっと待って、これぐらいだよな多分限度。ここに、ベッドを入れましょう。中に入れて爆発させれば結構な、待って、地形かな。いや大丈夫っしょ、大丈夫だと思うよ。 MK 建設の測量では大丈夫。行きます。 おい、どうだ。あー大丈夫大丈夫。あーでも結構近かったな。ちょっとやめよう、これ以上上は、ベッドでやるのやめます。よし、じゃあ下のところはあとはベッドで爆破していきましょう。っていうか1回の威力がやばすぎるからさ、こんなにいらなかったかもしんねえ。こんなにベッドの数用意しなくてもなんとかなったな。あとは邪魔なのこの辺か。じゃあこの辺り中を掘ってベッドを、痛い。ちょっと待って、エリトラ来てるんだって今、やめて。エリトラ来てる時はさ、あんまり近くで爆発させない方がいいと思う。今度はこの中ぐらい行くか。この中にベッドを置いて、よし、あら、もうなんか右クリック連打になっちゃうな。どういうこと、連打してるつもりないんだけど。あとはこの辺も邪魔だな。はい、じゃあこの辺りを掘ってベッドを置く。あー待って、そこもう一段掘るか。もう一段掘って、あーっと掘りすぎちゃった。あーらら、違うって、待って、意図しないタイミングで爆破する。まだ MK さんやっぱね初心者なんだわ。 MK 建設の社長だから一応ね、今度部下ができた時にちゃんとこれ教えてあげないといけないから、今のうちにマスターしちゃいましょう。あの辺爆破したいな。落ち着け、こう来てゆっくり着地、うまくね。っていうかさ、 MK さんエリトラうまいよね、そういえば。よし、まあそれはいいや。よし、行くよ、ここ遠目から。よし、オッケー。あー待って、エリトラ来てんじゃなかった、危ないな。そして爆破も結構近かったな、危ね。じゃあこの辺を、全部火消して、あとはツルハシで丁寧に壊しましょう。あとこれより近くはちょっと怖いもんな。よしよしよし、あ、いいんじゃない、結構結構近いところまでは、あらららら、行けたんじゃないでしょうか。そしたらあとはこの辺りも邪魔だよな、爆破します。ベッド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 で、この辺だな、このクォーツブロックあたり、この辺りを爆破してしまいましょう。オッケー。結構っていうかネザライトの装備強いね。爆発再生とかはついてないからさ、もしかしたらワンチャンやられちゃうかなとか思ってたんだけど、防護だけでなんとかカバーできる範囲だったみたいです。あとはこの辺だな、はい、ここに置いてポン、オッケー。でちょっと体力管理ね、体力管理をしっかりして、これ火消すの大変だな。火消してさ平らにしないといけないんだけどさ、まあそれは後ででもいいや、後で MK さんが実況会でやっとくね。もう迫力あるところだけ動画にするから。迫力ないこういうね地味な埋め作業とかは MK さんが後でやっておきます。そしたらその上のところを全部壊してって感じかな。ほい、うわ、いいね、この橋のところは結構綺麗に分断できたんじゃないでしょうか。これ全部ツルハシで掘るってなったらさ、やっぱ大変だよ。今これベッドでやっといて正解だと、待って待って待って、待って待って、対価いつの間に切れてた。待って、危ねえ、対価のポーションが切れてたみたい。言ってよ、気づきにくいんだから。あらららら、待って、変なとこでやられたくないね。あー嘘、ちょっと待てよ、あの上に着地したいだけなんだ MK さんは。ブロック詰めよという意見もあると思いますけども、そ
そういうことはしません。MK 建設の名にかけてここはちゃんと着地します、でこの真下をバーッと掘っちゃって、であとはこのレンガブロックだな。今回のね、今回っていうか、まあ、次回か、次回のブレイズトラップはこのレンガブロックをねメインで使っていければと思っていますんで、まあ爆破しちゃうのも手ですけど、こうやって材料集めもするのもいいでしょう。はい、でこの辺じゃあ全部あとは壊してしまいましょう。ここベッドでやるのはさすがに怖いよな。ここベッドでやったらそうだな、スポナーやられちゃいそうだな。はい、じゃあこの辺全部壊して、よし、いいんじゃない、結構いい感じに周りは壊れたかと思います。じゃああとはここを全部壊して、と完璧です。どうでしょうか。うわ、ちょっと火の海になってしまいましたけど、ちょっとここ出っ張ってから最後やっか、えい。最後こう、待って、エリトラだって、あぶねって、エリトラついてんだから、今ちゃんと胸当てつけてって言ったでしょ。オーケー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 、こんだけ隙間があればなんとか次回できるかと思います。で綺麗にね、次回までにここ平らにしておきますんで、そこのところはご安心ください。ということで MK さん、MK 建設、今回はベッド爆破で整地してみましたが、いかがでしたでしょうか。すごいと思った方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、やりたいだけですね。というか、ちょっとガストの声聞こえんだけど、さっきから大丈夫、大丈夫か、よし、じゃあということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。